Android をご利用中の方は、ホーム画面の右上の設定のボタンをまずご確認ください。ボタンが灰色の場合は、右下のアプリをタップ。Google Play Store アプリを開いて、検索窓に簡単スマホと入力して検索してください。簡単スマホアプリの右側にある更新ボタンをタップすれば完了です。これからは003769をつけなくてもかけ放題が適用されますので、通常の電話アプリからも電話をかけることができます。